バベルダオブ島の位置バベルダオブ島は太平洋に位置するミクロネシアを構成する島々の一部パラオ諸島に存在する島の一つである。数あるミクロネシアの島々の中でもグアム島に次いで2番目に大きな島であり、パラオ共和国が領有する島としては最大である。バベルダオブ島の空撮写真、バベルダオブ島の面積は約331平方キロメートルである。これは パラオ共和国に所属する島の中では最大の面積を持った島であり、同国の国土面積の70%以上を占めている。また、同国は1980年代からバベルダオブ島へと遷都する計画を立てていた。そしてそれは2006年のパラオ共和国独立記念日である10月7日に行われ、この島の東岸に形成された町であるマル局が同国の首都となった。このか。 島の南端部に位置しているロマントメトチェル国際空港が設置されているアイライ州は同国で2番目に人口の多い州である島内にはコンパクトロードと呼ばれる全長約 85km の島を一周する舗装された道路が2007年に全通したことで陸上交通の便が良くなったなおバベルダオブ島の南に位置していてパラオ共和国の先頭前の首都があったコロール島と バベルダオブ島とは日本パラオ友好の橋などによってつながっており、船舶を使用せずに渡ることが可能である。パラオ共和国に属する他の多くの島々とは異なり、バベルダオブ島には山がいくつも存在し、その中には同国における最高峰であるゲルチェレチュース山も含まれる。このような地形である上に、バベルダオブ島の気候は熱帯雨林気候で年間を通じて、 降水量が多いといったこともあり、島内には、同国で最大の幕府であるガラスマオの滝をはじめ、複数の幕府が見られる。そして、島内は森林に覆われており、海岸部にはマングローブも見られる。バベルダオブ島は、パラオ最大の島。パラオ共和国が設定している16個の州のうちの10州が、バベルダオブ島に存在する。その10州は、以下の通りである。パラオ共和国で、 最も人口の多い島はコロール島である2006年10月7日に行われた丸極へのセント前のパラオ共和国の首都はコロールであった。コンパクトロード開通以前は島南端部に設置されているロマントメトチェル国際空港の近くに比較的整備された道路があるのみで、他は大雨が降ればぬかるんで、普通乗用車での移動は難しくなるほど陸上交通は不便だった。 このため、島の北部へは船舶を利用して、向かうのが主要な交通手段であった。コロール島とバベルダオブ島との間に1977年から、コロールバベルダオブ橋がかかっていたが、1996年9月に、崩落。現在この日島をつなぐ道路や橋は、直接日島をつないでいるのではなく、途中に存在する小さな島を経由している。ありがとうございます。